第5レーン高木スタートはどうか、宮内がいいスタートを切っているか、高木行く、高木行く、いや宮内が来ている、宮内来ている、宮内そのまま接着フィニッシュ、関西大学宮内タイムは10秒40、向かい風 1.2 メートル。来ましたね宮内くん、宮内来ました ねガッツポーズ、優勝おめでとうございま す, ざいます。涙もちょっと浮かんでますけども、はい、どういう心境ですか。そうですね、なんか正直ここ最近練習からあんま自信持てなくて、結構自分の心の中で病んでたところあるんですけど、まあこう今回優勝できて素直に嬉しいです。すごい拮抗した戦いだったと思いますけども、最後勝ち切れた要因どこにあると思いますか。そうですね、その僕がこの大学入ろうって決めたのが、自分の大学の先輩でもあり憧れの人でもある酒井さんと佐野さんが、この関西インカレで勝ったのを見て、まあ、自分もこういう選手になりたいなっていうのを思ってて、その気持ちをずっと持ってたのが最後まで走り切れた要因かなというふうに思います。5レーンも注目、江南大青山花江、今スタート5レーンの青山が出た、青山が出ている、斉藤が追いかける、青山リード、青山リード、青山先頭、青山がトップで今優勝、1着は青山花江。注目の女子 100m 決勝制したのは青山花江です。スタート前から風が吹いていて、お医さんでベストだったんですけど、やっぱ風がなかったらもしかしたらベストも出たかなと思います。悔しさからか絶叫されてましたけど、はい、どういう感想でしたか。いや、プラス 3.5 は吹きすぎでしょうって思いました。せめてプラス 2.2 とかが、はい、よかったので実況しました。200も自己ベストの更新を狙って頑張っていきたいです。ありがとうございます。優勝されました青山選手でした。ありがとうございました。 100m でも優勝しました江南大学1年青山、今スタート女子 200m の決勝、足音とともに選手がやってきました。さあ第4コーナー回って、トップは誰か、競り合ってますね。はい、横一線に見えます。足立さんが4レーンの青山が来た、青山が現在トップ、そして足立が追いかけて井戸アビゲイルも上げてきた、最後の最後青山が現在トップ、青山優勝、速報23秒90、青山花江女子 200m 優勝、 100m、200m の2冠達成です。タイム23秒91。今シーズンラストの200のレースってことで、自己ベストで終われてよかったです。100、200、はい、2冠となりましたけども、はい、そこについていかがですか。素直に嬉しいです。今後、来年とかも優勝目指して頑張りたいと思います。伊藤浩二先生に何か伝えたいことありますか。はい、とりあえずベスト出ましたよって言いたいです。ありがとうございます。優勝されました青山選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。